はいどうも、ゴーヤンです。さあ、本日はこちらですね。オルタンシアサーガ。こちらで第10章が新しく追加されまして、このね、新章が新しく追加されるたんびに毎回やってくるね。10個で10連、30個で10連。そして最後は普通に50個かかりますが、1枚好きな SSR を選べるという、トータルで石が、90個あれば、SSR は確実に1枚ゲットできるという、新章突入ごとにあるガチャなんですけども、今回はこちらの10章記念で、今ね、石がね、17個あるんで、このね、10個で10回ガチャのやつが回せますんで、10連を回したいと思います。いきます。SSR 来い!赤!セリフなし!まあまあ、一個一個見ていきましょう。おっと、オカマちゃん被りましたね。これはもしかして、レアラッシュですか?やばいよ。非常にやばいよ。SR が一体出て、カブリーの終了!パッ!これはひどい!いやー、なかなかのひどい結果ですね。ただまあ、逆に結構被ってるんで、はい、逆に結構被ってるんで、このね、新しく始まるナイトオブゴールド、こちらの方で、合計13体以内で3つのパーティーを作らないとダメなんですけども、こちらで、上位600万800ユーザー、こちらの予選ポイント上位600万800ユーザーが通過できる予選を通過するために、やっぱりね、まだあんまできてないですし、無課金でやってるんで育ってないモンスターというか、まあ、キャラが多いんですね。なので、なるべく同じキャラとかで、レベルも上げつつ、できればスキルも上がって、まあ、限界突破してる状態にすれば、まあ、どっかでね、強化空の館で、一斉に全体的にバーッとね、レベルの底上げすれば、まあ、予選はなんとか、いけるかな、とは思うんですけども、まあ、ここは多分きついでしょうね。ここはね。で、もここはもう、まあ、もう絶対無理だと思ってるんで、まあ、とりあえず予選はね、なんとか突破したいですね。やっぱね、報酬受け取りで予選突破すれば、まだね、石1個がもらえますし、もしね、万が一何か間違って、同騎士突破すれば、またアイテムがもらえるんで、はい。まあ、上の方はまあ、まず無理ですね。はい。まあね、とりあえずエントリーすれば石1個もらえるんで、まだの方はね、急いでエントリーして、石1個もらった方がいいと思います。今ね、とりあえずで、こんな感じでパーティー組んでます。はい。ちょっとね、強化したりなんやかんやし、またいじると思いますけども、頑張っていきたいと思います。ちょっとね、長々と喋りましたけども、本日の動画はこちらで、終わりとなります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。